演武開演。どうも皆さん、人と会うときに気になるところってどんなところがありますか？髪型、顔、身だしなみ。そう、やっぱり身だしなみが一番重要ですよね。初めて会った人でもちょっと嫌な感じだなって思うこともあります。そしてつい忘れがちなのがここなんですよね。口の中、そう、口臭などが気になるところです。自分もついつい忘れてしまうのですが、先日このような冊子をいただきまして、このお芋感本当にすごいです。このように 68% の人が実際と自分の理想のギャップがあったという。そしてさらに匂いの原因となるこういったものがあるということになっているのですが、この冊子を、ね、またはご親切にも皇室を今日打開してくれる強い味方を紹介していただきました。それがこちら、プレピュアというタブレットですね。先ほどの冊子の中にもいろいろと書かれているんですが、このプレピュアの中にはこうした2種類の匂いに対する効果をがある成分が豊富に含まれており、しかも親切なことにこういった質問まで解説してくれているという、とても嬉しい商品ですね。で、さらにこういう飲み方の指南書まであるために、初心者でも初めて飲む方でも違いのことなく飲むことができます。ですが今ここで飲んだとしてもおそらく効果の測定はできないですよね。最初に冊子に書いてあった通り、自分では分かりにくいものですが、なので、はい、こちら餃子の王将にやってきました。こちらの餃子と比べてみたいと思います。ちなみに餃子は以前レビューしていますので、そちらの動画をご覧ください。選んです。さあ、これを舐めればいいわけですね。では今から舐めます。で、実際に舐めてみたのですが、いつもなら餃子の匂いがここまで来るんですけど、あれを舐めた後はこの辺で止まってくれるような、そんな感じはありました。味もミントの味が基調になっていて、ちょっと好みは分かれそうですが、自分的にはスーッとしてすっきりとした気持ちになっていただくことができましたので、それはもう良かったです。ただ一朝一夕にすぐに変わるというものでもありませんので、少しずつ続けていきたいと思います。これでしっかりケアして、人と会う時に恥ずかしくないように、どこに行っても堂々としていられるようになりたいと思います。もっと続けて、継続は力なり、もっと続けていきたいと思いますので、どうか応援していただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演武開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。